どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA Pay が1周年記念感謝祭キャンペーンっていうのを開始しましたので、本日はねこちらのキャンペーンですね、解説やっていきたいなと思います。皆さんね、 ANA Pay ね登録されておりますかね。いや、されてないよっていう方ね、結構多いのではないのかなというふうに思うわけなんですけども、私はですね、昨年この ANA Pay が出た時にですね、登録するとマイルがもらえますみたいなね、まあそういった感じでキャンペーンがありまして、まあその時にね登録だけはさせていただいたんですよね。まあ実際使ってるかっていうと、まあ全然使ってないんですけども、まあ私はねもう登録済んでるんですよね。で、今回のキャンペーンなんですけども、登録してない方にですね、新規登録していただくとマイルがねもらえるキャンペーンとですね、またですね利用額に応じてマイルがもらえるキャンペーンっていうのが今回1周年記念ということで来ておりますので、まだね ANA Pay ね登録されてない方、もしくはですね ANA Pay がまあ身近でね利用できるところがあってですね、決済ね詰める方であればですね、結構お得なのではないのかなというふうに思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。まずね ANA Pay って何ですかっていう方もね中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、簡単に紹介させていただくと、 ANA Pay はですね200円につき1マイルがね貯まるサービスっていうふうになってるんですよね。ですので200円で1マイルということで 0.5% 還元のペイサービスっていうふうになります。でですね ANA JCB のクレジットカードでチャージしていただくと、まあ、さらにねマイルが貯まるようになっていて、まあ、チャージ自体はですね JCB カードであればチャージねすることができるっていうふうになってるんですよね。で ANA JCB だとマイルねチャージしても貯まるんですけども、それ以外のね JCB カードでチャージしても、まあ、オキドキポイントはね貯まらないっていった形になってるんですよね。で ANA Pay はですね先ほど言った通り200円につき1マイルということで 0.5%還元しかないので、 1% の ANA のねクレジットカードを保有されている方は、まあ、基本的にですね ANA カードで決済した方が、まあ、マイルがね貯まるっていった形になっておりますんで、まあ、私個人的にはですね、まあ、基本をね ANA カードでいいのではないのかなというふうに思っておりまして、まあ、それもあってね私もあんまりね利用させていただいてないんですけども、まあ、ANA Pay はねこんな感じになっておりまして、本当にね詳しく見たいよっていう方はですね、もうちょっと前の動画になるんですけども、詳しい解説も出させていただいておりますので、そちらねご覧いただければなと思います。でですね、今回ね ANA Pay 1周年記念キャンペーンということで公式サイトこんな感じになってるんですよね。感謝祭、ANA Pay 1周年記念ということでキャンペーンがですね2つね用意されてるんですよね。まず新規登録していただいて、またね対象期間にですね5000円以上利用していただくと500マイルがねもらえるキャンペーン、もう一つはですね1ヶ月のね ANA Pay ご利用分に対してボーナスマイルがもらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。でですね、まず1つ目の ANA Pay 新規登録と対象期間中に5000円以上利用すると500マイルのプレゼントキャンペーンなんですけども、まず参加登録期限っていうのが2021年の1月の31日までっていう風になっておりまして、こちらねエントリー必須のキャンペーンっていう風になっておりますんで、これからねこのキャンペーン利用される方はですね概要欄にね公式サイト載せておきますので、確実にエントリーしてからね利用していただければなと思います。で利用方法なんですけども、公式サイトにねこんな感じにね記載がありまして、まず11月1日から1月31日までに ANA Pay に新規登録していただきます。でステップ2ですね、対象期間11月12月1月、こちらねご自身でねキャンペーンの期間選んでいただいて参加登録をしていただくっていった形になります。今ねもう11月の末っていう風になっておりますんで、まあこれからね利用されるのであればですね12月とか1月とかですね、まるまる1ヶ月ね利用できる時にですね選んでいただくのがねいいのかなと思います。で選んだ期間でですね5000円以上ですね ANA Pay 利用していただくと500マイルがね獲得することができるっていった形になるんですよね。それでは次にですね、1ヶ月間の ANA Pay のご利用分に対してボーナスマイルがもらえるキャンペーンということで、こちらもね、エントリー必須のキャンペーンっていう風になります。で、概要欄からですね、エントリーね、先ほど同様ね、できるようにしておりますので、確実にエントリーね、
してから利用してください。こちらのエントリー期限がですね2021年の1月31日23時59分までというふうになっておりますので、確実にねこれまでにエントリーしてからね利用してください。でこちらのキャンペーンは12月と1月でね利用できるキャンペーンというふうになっておりまして、こういった形でねマイルがもらえます。1ヶ月間にですね1万円利用していただくと100マイル、3万円利用していただくと450マイル、5万円利用していただくと1250マイルということで、結構ねマイルもらえますよね。で1万円利用した場合はですね残念ながら100マイルということで、こちらね 1% 還元っていう風になりますよね。ですのでこの1万円しかね利用する予定がない方はですね、正直ねおすすめできる、まあおすすめっていうか、まあ普通に ANA カードを使ってもあんまり変わらないので、まあ1万円ぐらいしかね利用されない方はですねこのキャンペーンあんまりねおすすめできないかなっていうふうに思うんですけども、3万円利用してる場合は450マイルということで、これね還元率になりますと 1.5% 還元なんですよね。で5万円以上利用していただくと1250マイルということで、こちらね 2.5% 還元っていうふうになりますんで、 ANA マイルのね還元率で 1.5% とか 2.5% 還元っていうのはかなりいい方っていうふうになりますんで、12月1月でね結構お金利用する機会ね多いかなっていうふうに思いますので、ぜひねこの機会にですね ANA Pay ね利用していただければなというふうに思うんですよね。でこの ANA Pay っていうのはですね JCB のクレジットカードじゃないとチャージできないんですよね。ですので ANA JCB カードをね保有されている方はこのキャンペーンねかなりおすすめなんですよね。というのも先ほどね言った通り ANA JCB カードだとチャージした時にもマイルが貯まるっていう風になっておりまして、こういった感じになるんですよね。まあ一般カードだとですね1000円チャージにあたり1マイルということで結構ね渋いわけなんですけども、まあゴールドカードであればですね、1000円チャージで6マイル、まあこれ還元率に直すと 0.6% とかになるんですけど、まあ、ANA JCB カードプレミアムとかね持っている方は1000円チャージすると11マイル貯まるっていう風になりますんで、まあ、このゴールドカードとかねプレミアムカードとかね保有されている方はねかなりねいいかなっていう風に思いますので、 ANA JCB カードだとチャージしてマイルが貯まる、まあ普通の JCB カードだと、まあ、置き時ポイントはね、たまらないわけなんですけども、ANA Pay 自体にですね、ここまでね、還元率多いっていう風になりますんで、もしね、利用する機会ある方はですね、ぜひね、狙ってみていただければなという風に思います。ということで今回ですね ANA Pay 感謝祭キャンペーンということで解説ねさせていただきましたけども、やっとね ANA Pay のいいキャンペーンが来たかなっていう感じですかね。まあ今までねこの新規登録と、まあ一つ目のキャンペーンですよね、5000円以上決済で500マイルっていう、これね前もこのキャンペーンやっておりまして、まあ新規登録でね5000円以上ね利用して、まあ500マイルもらえるということで、まあちょっと前までね ANA Pay って使えるところすごい少なかったので、今はね本当に JCB のスマートコードでしたっけ、まあそれを導入して結構ねいろんなところで利用できるようになったので、まあ今だったらね5000円利用するっていうのはねかなり簡単かなっていうふうに思いますし、まあそれで500マイルねもらえるのであればですね 10% 還元っていうふうになりますんで、まあかなりいいのではないのかなっていうふうに思いますので、ぜひね利用してみてください。まあこのね本当に2つ目のキャンペーンですよね、3万円利用して450マイル、5万円利用して1250マイルっていうのは、まあ、かなりねいいのではないのかなっていうふうに思いますので、やっといいキャンペーンが来てくれたっていう感じになりますんで、ぜひね年末年始でお金使う機会ね結構あるかなっていうふうに思いますので、狙ってみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。